広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよう諸君のナップルです。木村健二です。よくゆっとです。ライチュヤカワです。本日は新カードを使った対戦動画です。イエイ、よいしょ。はい、ナナップルが持ってきたデッキは大好きなカミッチュ、そしてカジッチュが入ったデッキとなっております。なるほど。お祭り音頭をね、やっていきたいと思いますよ。はいはいはい、それバチンキーも入ってるでしょ。入ってますよ。バチンキー好きですよ、うん、じゃあちょっとね、今日は2人をお祭り音頭チームとして出して、ちょっと一緒に相談とかね、しながらプレイしてみましょう。祭りじゃい。で、僕とタギチは手を組んでお祭り音頭を倒します。わかりました。いやいや、負けないんで。いやいや、負けないです。さすがに。いや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 。さあ、バトルをやっていく。対戦だったらデッキ解説もあるぞ。最初はグーじゃん。違う。何ですか？何が起きたんですか？何なの？やりますか？最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行にします。わかりました。それではバトルを始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。カサキントです。トカゲです。はい、じゃあ1枚いきます。仲良しコギン使います。なるほど。サルノリとカジッチを出します。カジッチをもう1匹出して草エネルギーをつけます。はい、じゃあこれで場も終わります。はい、わかりました。じゃあ1枚引きます。じゃあペパー使います。じゃあ森の封印石と仲良しポピンを持ってきます。はい、まだ使います。仲良しポピン使います。じゃあ人影とポップをベンチに出します。はい、でまだ使います。でストール使います。ロトムグイベンチに出します。はい、じゃあロトムグイに森の封印石をつけて、これじゃあ即席充電使います。はい、じゃあ3枚引いて3枚ですね。はい、それで終わりです。1枚いきます。ではカジッチをカミッチュに進化させます。かわいいです。かわいいです。そしてサルノリをバチンキーに進化させます。バトル場にお祭り温度が出てるポケモンがいるので、好きなカードを持ってこれちゃいます。はい、ちょっと後ほど持っていきたいと思います。わかりました。じゃあペパー使います。サルノリと違うんですね。あー、ごめんごめんごめん。ポケモンの何を先ました。仲良しポピンと研究ボードを加えてきます。はい、でまだ使います。はい、仲良しコンビン使います。はい、どうぞ。サルノリとサルノリベンチに出します。わかりました。だいぶ賑やかになってきた。そう、ベンチポケも増えたので友達の輪のね、ダメージもアップします。いいですね。はい、2匹入れてきたサルノリもニコ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 です。かわいい。どんどん太鼓使います。はい、このカード加えてきます。はい、では虫取りセットを使います。はい、これから7枚見ます。草エネルギー1枚だけ加えてきます。はい、エネルギーをパジッチュにつけます。はい、緊急ボードを土佐キントにつけて逃がします。はい、なるほど。でパトル場にカミッチュ出します。はい、お祭り会場出します。あ、おー、なるほど。はい、これでね、お祭り温度で2回目の寝技も使えるようになっちゃいます。うん、ということで友達の輪使います。ベンチポケモン5匹で100ダメージ。はいはい、じゃあ人影が気絶しました。はい、じゃあ最後1枚取ります。はい、また技使ってくるぞ。だけど、ワオ、人影がポッポだと倒れるぜ。ロトム V を出さざるを得ないですね。倒せないですね。はい、じゃあこれでまた友達まで100ダメージです。いった、倒せないけど結構圧力かかってる。だいぶ重い一発ですね。じゃあ1枚いきます。ハイパーボール使います。炎エネルギーとボスの指令バラッシュします。ビジョット EX を加えます。はい、まだ使います。不思議な雨でポップをビジョット EX に進化させます。じゃあマハサージ使います。このカード加えます。はい、まだ使います。仲良しポピン使います。じゃあ人影と人影をベンチに出します。それでまだ使います。じゃあ森のフィジーに書いてあるグリスタパワースタールビンも使います。はい、このカード加えます。じゃあこの場のサポートをすぐりを使います。これはちょっと上の効果で入れ替えようと思います。はい、ロトム V を下げて、よいしょ、ここは人影を出します。はい、じゃあ人影に炎エネルギーをつけて、魔剣士ハチマキもつけちゃいます。はい、ダメージアップしちゃう。はい、じゃあこれで技を使います。ヒートカクテルですね。はい、はい、120ダメージですかね。はい、気絶します。はい、じゃあ1枚取ります。はい、じゃあ、トサキントを出します。はい。1枚引けます。では、虫取りセット使います。はい。
では、カミッチュとカジッチュ加えてきます。なるほど、いいですね。いい感じです。では、カジッチュを出してカジッチュをカミッチュに進化させます。はい。なんかお祭り会場出てて、このお祭り感めっちゃ良くないですか。うん。白菜の牡蠣使います。あ、強いですね。はい、前の相手の番に気絶してるので8枚になるように7枚引きます。どんどん太鼓使います、はい。好きなカード、このカード加えてきます。はい。まだ使います。猿の竜をマチンチに進化させてどんどん太鼓使います。はい。これそれぞれが使えるのが強いよね。そうなんですよ。じゃあね、強いかね。もうなんかね、結構強いんですよね。そう、揃ってるんですよね。揃ってる時こそ迷うよね、うん。手札にまだ紙っちょがいないので加えておこうかな、うん。このカード加えてきます。なるほど。で、まだ使います。はい。こっちの猿の竜をマチンチに進化させて、どんどん太鼓使います。なるほど。次のは3枚また持ってくるの、これやばいですね。好きなカード加えてきます。狙うべきはバチンキーだと多分。いや、そうですね、うん、これマジで何加えるのも。そうなんだよね。感じになってきた。エネルギーもあるしな。カミッチュでこの番攻めるんですけど、次の番倒されちゃった時にちょっとすごい釣り竿あたりを持っておけると、うんうん、安心かもしれないということで、じゃあこのカード加えてきます。わかりました。手札からカジッチュにエネルギーつけます。はい。先に逃がしまして、うん、カミッチュ出します。はい。友達の輪使います、はい。100ダメージですね。これ1回目だからね。1回目。じゃあ、人影気絶します。はい。猿1枚取ります。はい、もう1回100ダメージ。どうしますか。もうロボの V では受けられない。ちょっと EX しかないんですよね。うん。はい。じゃあ、これで友達の輪で。痛すぎる。順調なのだ。順調なのだ。はい。じゃあ、1枚いきます。タイプのさ、リザード X って言ったらさ、弱点で倒されるからさ。そうなんですよ。かなりにきついよね。まあ、ハサミ使います。いや、なんちゃもしたいかもね。相手の方が多いしね。まあ、したいっすね。好きなカードも加えてきてるんで。じゃあ、このカード加えます。はい。はい、じゃあ、人影にこのようにつけます。じゃあ、なんちゃも使います。はい。はい。でもね、なんちゃもされたとしても、こっちにはバチンキーが3匹いるので、大丈夫。そうなんやね。強いんだ。やばいな。どん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 の構え。そうなんです。怖いです。中島に使います。はい。じゃあポッポとジラーチをベンチに出します。うん。まだ使います。はい。よいしょ。不思議な飴を使って人影をリザードン EX に進化させて電撃者へ使います。はい。リザードン EX では突っ込みたくないということですよね。そうですね、ちょっと苦しそうなんですよね。うん、弱点ついてね、倒しちゃう可能性大です。うん。じゃあピショット EX にこのエネルギー2枚と、うん、リザードン EX に1枚つけます。それで技を使います。吹きスタブで、はい、120ダメージで効果も望みます。お祭り会場トラッシュですね。はい。まあ嫌ですね。嫌ですね。これで倒しつつね、はい、お祭り会場トラッシュできるのがなかなかいいんじゃないでしょうか。じゃあ気絶します。はい。じゃあ最後1枚取ります。サキンとバトル場に出します。はい。1枚いきます。なんじゃもされてしまいましたが、まず1匹目のどんどん太鼓を使います。わかりました。この番はピショット EX をね、倒したいですかね。はい、倒したいです。となるとお祭り会場スタジアムと、うん、アタッカーとなるカミッチュ、うん、そして次のアタッカーになる、まあ、カジッチュを置いておきたいということで、まあ3枚は欲しいかなって感じですかね。それがね、叶えられるカードがあるのでね、守っていきたいと思います。そんなどんどん太鼓3回ではない、うん、じゃあまだ使います。なるほど。じゃあこのカードシークレットボックス、よいしょ、使います。これはシークレットだね。はい、手札を3枚取らせすれば使えます。はい。ボスの指令とマナフィーとエロッパフトラッシュします。なるほど。これでグッズとポケモンの道具とサポートとスタジアムを1枚ずつ持ってこれちゃいます。強いな。スタジアムを絶対に持ってこれるっていうのがこのデッキ対象がいいね。そうなんですよ。虫取りセットと、うん、マザマシンエボリューションと、うん、水田のお世話と、うん、お祭り会場加えてします。うわー、なるほど。4枚加えられるの贅沢だね。贅沢です。しかもカミッチュカジッチュの準備もできそうなカードが盛りだくさん、うん、はい。じゃあお祭り会場を出しちゃいます。はい。では虫取りセットを使います。うん。カミッチュだけ加えてきます。はい。で、まだ使います。カジッチュをカミッチュに進化させます。うん。セレンのお世話使います。はい。カジッチュとカミッチュ2枚加えてきます。うん。カジッチュをベンチに出します。はい。で、草エネルギーもつけます。うん。で、どんどん太鼓まだあと2回できる。うわ、そうなんですよ。強すぎる。何もしたけどね。何もしたけどね。どんどん太鼓使います。はい。じゃあこのカード加えてきます。はい。で、また使います。はい。じゃあどんどん太鼓使います。わかりました。じゃあこのカード加えてきます。はい。
ッサゲート逃がします、はい、で、カミッチ出します、うん、技マシンエボリューションつけます、はい、では技を使います。友達モアで100ダメージ、はい、1回目1回目、で、はい、2回目ですね、100ダメージです。はい、じゃあピジョット X 気絶します。はい、サイド2枚取ります。すえい。じゃあポッポバトル割り出します。はい、ジャパンの割にフラッシュします。はい、1枚いきます。じゃあペパー使います、うん、じゃあ不思議な飴とサバイブギプスを持ってきます、うん、まだ使います。じゃあ不思議な飴を使ってポッポをビジョットリックスに進化させます、はい、じゃあマハサジ使います、はい、このカード加えます、はい、じゃあミストエネルギービジョット EX につけます、うん、それでカウンターキャッチャーでバチンキーを呼ぼうと思います、はい、はあ。一旦足止めかな。なるほど、はい、逃げるエネルギー2個だからね、はい、そうですね。じゃあロトムイの即席充電使います、うん、はい、じゃあ1枚いきます。はい、こうなりましたね。これはそうですね、うん、カジチョウカミチュウに進化します。はい、バチンキーのどんどん太鼓はバトル場にお祭り温度を持っているポケモンがいないと使えないんですよ。うん、なのでこれで終わります。わかりました、うん、終わった。じゃあ1枚いきます。じゃあすごい釣りを使います。じゃあこの3枚を戻します。はい、じゃあサバイブギプス人影につけます、うん、はい、じゃあナジャも使います。はい、マハサチ使います。はい、このカード加えます。まだ使います。はい、ハイパーボール使います。輝くリザードンとマナフィをトラッシュします。ポッポ持ってきます、うん、じゃあポッポベンチに出します。人影リザードンに進化させてこのエネルギーもリザードンにつけます。じゃあピジョット X で逃がします。はい、これで技を使います。火炎で50ダメージなんですけど、弱点で100ダメージですね。はい。はい、じゃあ100ダメージで気絶します。はい。サイド1枚取ります。リザードン X で戦うことなく粘ってますね。そうですね。ちょっと苦しいながらも頑張ってます。では、カミッチュ出します。はい。1枚引きます。はい。これでね、どんどん大化が使えますので、はい、どんどん大化使います。はい。このカードを加えてきます。はい、ベンチにカジッチを出して、はい、ボスの指令でリザードン X 呼びます。やー、呼ばれちゃったよ。連れ出されてしまいました。はい、はい、お祭り会場も出てるのでね、はい、技2回使いますということで、これはいいところ見せられる。はい、友達のは使います。はい、100ダメージで弱点で200ダメージ。はい、耐えたぞ。耐えましたね。耐えましたが、じゃあ2回目の友達は、いやー強い。なんと200ダメージ。はい、リザードン X 気絶します。イエーイ、最後2枚取ります。強い。ということでナナプルの勝利です。どん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 お祭り騒ぎ、うん、こんな風にね、リザードン EX には結構強く戦えると思います、うん、ではデッキ解説していきます。こちらがナナプルが使ったデッキです。スタジアム、お祭り会場が場に出ていれば、特性お祭り温度を持つカミッチュ、トサキンとペロッパフは技を2回使うことができちゃいます。メインアタッカーはカミッチュで、元気のハチマキやゴダーリベルト、スグリなどでダメージをアップした友達の輪でたくさんダメージを与えていきたいです。ベンチポケモンが5匹いる状態であれば、元気のハチマキをつけて110ダメージ。お祭り温度で2回の攻撃になるので、アルセス V やパオキアン EX など HP が220のポケモンを倒せます。また元気のハチマキとスグリで140ダメージにして、アルセス V スターやギラキナ V スターなどの HP280 のポケモンも倒せます。こだわりベルトでもダメージアップができるので、ベンチポケモンが5匹並ばなかった場合も相手のポケモン V を倒しやすいです。そして倒しきれなかった場合も、ペロッパフでダメ感を乗せて追撃したり、サキントで妨害しながら戦っていけます。またバチンキーは特性どんどん太鼓で、好きなカードを持ってこられるため、このデッキの肝となる存在です。複数匹いればそれぞれで好きなカードを持ってこられるので、余裕があれば2匹以上並べられるといいと思います。そしてエーススペックはシークレットボックスにしました。必要なカードが揃いやすくおすすめなんですが、他にもマキシマムベルトとかハイパーアロマなど相性が良さそうなものもたくさんあるので、いろいろ遊んで試してもらえたらと思います。ぜひ使ってみてください。2人が使ったデッキレシピは説明欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画面白かった方は高評価チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん、また次回、バイバイ。どんどこしてる。